どうも皆さんこんにちは、ハムパンです。ということで、今回ですね、まあ開封動画になるんですけど、今回は、今画面に映っている通り、こちらのね HP さんの、ゲーミングモニターを、購入いたしました。ということで早速、こちらのね内容を軽く説明いたしますと、はい、まずこちら 144Hz というね、まあ FPS のゲームを僕はねしているので、まあ FPS は高い方がいいかなと思って、こちらですねを選びました。そして次、はい、こちら、NVIDIA の G-SYNC 対応ということで高性能になります。そしてこちら、FreeSync も対応していて、で、なんとね、スピーカーも内蔵しているということで、モニターにしては、かなり使い勝手がいいものになっております。まあ、今の、まあ、理由から、こちらをね購入いたしました。ちょっと軽く回し箱を回していきたいと思います。それでは失礼します。はい、こちら側はこんな感じになります。はい、失礼します。ちょっと開きますね。こちら側はこんな感じです。横面ですね。はい、そして次後ろ側ですね。はい、ということで、こちらはね、軽く、裏面にはね何個かの、語源でね、説明が書いてあるという感じになります。そうですね、裏面はそういった形になります。それでは、まあ、もう片方の横面も見ていきたいと思います。はい、こちらがねこんな感じになります。それでは、早速開封していきたいと思います。はい、ということで、開封していきたいと思います。ちょっと失礼します。ここに、カッターで、ね、線を書いてみれば巻くと思うので。はい、ということで早速開けていきたいと思います。ということで、はい、まずはね、一つ爪みたいなものを取りまして、なんかここおかしいのか、まあいいとしまして、さあ、パさあ、上が来ました。はい、ということでこちら開け方がね、まあ、簡単に書いてあって、そうですね、組み立て方もね多分書いてあると思います。それでは早速開けたいと思います。じゃ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 んじゃじゃんじゃ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 ん。さあ、出てまいりました。こちらがね、モニターのケーブルですかね。多分ケーブルだと思います。このケーブル2本、じゃあちょっと置いてみます。さあ、そしてスッ、発泡スチロールを抜きますと、あー、出てきましたね。こちらですね、優しく持ち上げたいと思います。え、怖い、待って、大丈夫かなこれ。え、嘘でしょ、え、ちょっと失礼します。周りからこれは何でしょうね、モニターの下にあるもの、下に、敷くものっていうか、あの、あれですね、モニターの下にあるものです。はい、こんな感じ。モニターの下にあるものはこんな感じです。すいません。で、下にはね、滑り止めがついていて、そんなに簡単には滑らないんじゃないかなと思います。さあ、本体上げていきたいと思います。ふっ、気合いで、ふっ、あー、重たい、やばい、重たい、ちょ、どうしよう、やばい、ちょ、置いちゃって大丈夫ですかね、これ。大丈夫、ちょっと一回置きます。失礼します。それでは、この袋をね、外したいと思います。取れるかな。おお、出てきた。ここの枠の部分、ほっ、よし、オッケー、取れた。で、こちらの裏側にもね、あの、アーム、モニターアーム的なものですね。本当にこれ、なんか変なシール取れてるんだけど、これ大丈夫かな。ほっ、あ、やばい、ガラガラいってる。なにこれ、発泡スチロールだった。はい、ということで、こんな感じで出しました。これは組み立て方法とかですね、こちらが液晶に貼ってありました。はい、ということで、この通りに組み立てたいと思います。はい、ということでね、設置することができました。ということで、まあ、少しなんですが、ちょっと見てもらいたいと思います。で、まあ、こんな感じでね、まあ、一般的な木の机に、まあ、置いてあるっていう、まあ、至ってシンプルな感じなんですけど、はい、こ
ということで、今回の動画ねいかがだったでしょうか。もしよければねチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。